私のブログにも出てきました、リゾラテラス。天草にできたね、新しい施設リゾラテラスさんへ来ました。海中水族館からすぐのところに、もうねここら辺一帯がねそういう盛り上がってる施設になりまして、こちらへちょっと行きたいと思います。なんだかねほら私ブログにも書いたんだけど、塩パンが有名らしいので塩パンも買ってみたいと思います。 GO!こういうリゾートのね海のところにあるから、あっち側行ったらカフェとかがあって、もうテラスから海が見えるっていう感じになってます。行列ができる大人気塩パンあります。ちょっとこれ買いに行きましょうか。あらかわいいダウン、ね、ダウン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 かわいい、おしゃれ、インスタ映え狙いかな。あ、ここ、これかな。うわ、並んでるね。ちょっと買います。あったかい塩パン大人気すぎて、今も出てきたんですけどね、もうすごかった。もう売り切れてて、塩アンパンをね私狙ってたんだけど売り切れてた。でもゲットしました、無事にプレーン。ちょっと海の方も行ってみたいと思います。なんかほらこうやってレストランあったり雑貨屋さんとかお洋服屋さんあって、イルカさんも出迎えて、うわめっちゃいいね、うわここでもイルカウォッチングやってるみたい。すごいのがあそこ別でバーベキューできるところとかがあるんですよ。すごくない？いいね、潮風浴びながらさ、この時期は最高ですね。本当に広い、塩パンもゲットしたし、リゾラテラス素敵なところでしたね。カフェもいっぱいあるし、ショップもあるし、わあショップ売り、まだできたばっかりですからね、肉がっつり食べよう。これって自転車をレンタルとかできるの？ってこと？買って、お、ボルダリングするところが、塩パン、さっき買ってきたリゾラテラスさんの大人気商品、天草の塩パンをいただきたいです。まだあったかくて、もうね次々とね売れるからさ、次々出てきたね。じゃあこんな感じです。お、匂いが、じゃあ美味しそう、美味しそう。
通にこれはオーソドックスなプレーンですけど、プレーンじゃないのもね頼んでみたら美味しいんじゃないですかね。それぞれ頼んでみるのもいいと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さん食べてみてください。塩味だね。塩味。三泊千円だった。こんにちは。塩味一個にする？すみません。はい。白いたい焼きもあるよ。はい、たこ焼きの塩。塩をかけます。はい。ここはね、うちのお母さんの。うちのお母さんおすすめの三つ身の。ワンちゃんっていう。ワンちゃんの塩たこ焼きです。これはおすすめ。あの天草行くときとか三隅に行く際はここ絶対通るんで。うちのお母さんがなんか大好きでここで寄ってみたいな感じで。ありがとうございます。YouTube にまたお願いします。ありがとうございます。ワンチャンスいただきました。いただいたで塩たこ焼きナンバーワン食べてみたいと思いますよ。車の中でね、はい、三隅でね買ったワンちゃんの塩たこ焼き、うちのお母さんおすすめ、大将おすすめの、なんかしょっぱいらしい。見てこんなに入ってんのよ。ちょっと気になるね。あ、待って、こういう蓋じゃなかった、パッカおー400円これで。美味しそう。ちょっと食べてみたいと思います。塩たこ焼き、あった。うん、塩味効いてる。あ、でもね、なんかたこ焼きの出汁っていうか、出汁はそんなになんか出汁が生地にあるっていう感じじゃなくて、シンプルに本当に塩が、塩って感じ。どうなんだろう、他のやつも塩の味するのかね。生地に塩があるのか、塩をかけてるのか、ダイレクトにきますね。マヨネーズとね、塩がまたあってね、美味しいですね。じゃあ向こう。うん、タコが大きいで、あとね、ふわカリカリじゃなくてふわふわのたこ焼きです。でキャベツも結構大きく切られてるね、シャキシャキ感があって。でタコは大きいです。皆さん三つ身に来た際は寄ってみてほしいな。こんだけ入ってね、ワンちゃん塩たこ焼き、みすみて。